こんにちは、山本道場の千里です。今回はちょっと師範がちょっといないので、そのね、いっちゃんが最近一人でちょっとなんか動画、自分のスイングのことに対して動画作ってるので、私もちょっと最近変えたところをなんか説明していこうかなと思います。最近なんかスンを今までやってたんですけど、今もずっとスンやってるんですけど、そのスンの場所っていうのをなんかこう変えたので、それを説明していきたいと思います。まず構えからなんですけど、こう普通にこれが普通の構えじゃないですか、多分。で、なんかギャリー先生にその言われたように、ちょっと左肩と左腰と左足をまあ一直線にする、ここをもう壁にバーンってついてるみたいな感じで、一直線にここをなるようにっていうのをこうやってて、でちょっとその右手は右肩はこう下がるっていう感じになるんですけど、あのトイレのなんかあの女の人のマークみたいな感じのイメージ、違うかなんかちょっと三角形、なんか逆、あ、男は男です、男のあのトイレマークみたいな感じでの形になるようなのを意識してて、スンは今までテイクバックじゃあ、はい、上げます、ここが私の今までのテイクバックやったんですけど、このテイクバック上げて、ここからスンやったんですよ。で、スンした時になんかここが左肩がうまいことこう流れないというか、回転できなくって、なんかこう詰まってる感じによくなっちゃってたんですけど、ここが詰まっちゃったら左肩がこういう感じによくなってて、だから上半身がこういう感じになんかなっちゃってたんで、左を下げるっていうよりから右肩を前に出すっていうイメージなんですけど、左はこのテイクバックの時には止めといて、下がってきたところから右肩をこう出す、そしたらこう結構自然に左を引くんじゃなくって、右肩出したら左も引けるし、あのいい感じにあのなるんじゃないかなって思ってるんですけど師範も言ってたんで、それはで、その今まではそのスン、そのテイクバック自体も結構高くて、この辺でテイクバックをこうしまで上げてたんですけど、でそっからスンをしてて、なんかこれでもなんかいいんですけど、なんか最近はよくその LPGA の人の、まあ、例えばネリー・コルダ選手が好きなんで、なんかこう見てたらやっぱりテイクバックがちっちゃいっていうのがめちゃくちゃ印象に残る選手やと思うんですけど、だからその左サイドをこの全部止めとくっていうのも、結構こうテイクバックが上がっちゃうとあっち行ったりこっち行ったり上がりやすい気がするので、だからもうテイクバックはもうここまで、本当にもうここまで、ここまでテイクバック上げたらもうここからスンっていう、でスンして左肩をこう前にっていう感じで打ちます。その方があの芯に当たるというか、やっぱりこの
動作が大きいとやっぱあっち行ったりこっち行ったりってしやすいんで。本当にちっちゃくここだけをパーンって当てれるような感じで打ってます。これ9番なんですけど、今普通に今の大きさで131キャリー飛んでて、でなんか前のスンは結構このここまで上げてスンってやると、私なんか最近結構力が手に入るようになってきちゃってて、そのここまで上げてスンだとスンした時にめっちゃガッてこう力が入ってダフったりとかトップとか結構多かったんですよ。こうなんか今はなんか打てるんですけど、そのコースに出た時にそのつま先下がりやったりとか、その結構私傾斜が苦手なんで、その傾斜が多かったりとかした時に打てなくなってきちゃったりするので、もうちっちゃくしようと思って、もうここまでしかテイクバックをしないって思ったら、なんか力ってそこまで入れれないと思うんですよね。もともと結構力が入っちゃうっていう人でも、もうここまでしかテイクバックを上げれないから、このままでここまで上げたら済んで、こう遅れてくるイメージ、クラブは絶対遅れてくるイメージで済んで、こう左肩をちょっと前に出して、そしたらちょうどハンドファーストにボールが当たるっていう位置になるんですよ。上げてスンして、こういうしたらここでちょうどボールが当たるっていう、ハンドファーストでボールが当たるっていうイメージで最近はなんかやってたら、ちょっと当たりも厚くなってきたり、ミスショットも少なくなってきてるような気がします。なんかこんだけしかテイクバック上げなかったら、いい時は多分これで当たるし、悪い時はもっと上がってる感じで、すぐなんか自分が調子悪いのがどこかっていうのが分かるのでいいと思います。はい、こんな感じです。ちょっと初めて一人で撮ってるんで、どうかあんまりわからないんですけど、師範がこれは絶対言ってたことなんで、その勝手な私のその あれはゼロです。その勝手に作りましたみたいな、今日作ってスイングしてますっていう要素は一応ゼロなんですけど、ちょっと伝わりにくかったり、もうちょっとそのここどうなのみたいなのがあったら、そのコメントとかで教えてもらえれば、分かりにくいところとか教えてもらえたらなって思います。よかったら参考にしてみてください。千里でした。ありがとうございました。いつも山本道場ゴルフ TV をご視聴いただきありがとうございます。評価もぜひ、チャンネル登録はこちら、 Twitter、Instagram、LINE アカウントも始めましたので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。お